今回、ちょっと、まあ、石丸さんの話ともちょっと絡むんですけど、ちょっと夕刊富士山が、来年1月で休刊するんじゃないかという話が、昨日の夕べか、あ、昨日の夕方か、週刊新潮のネットメディアの、デイリー新潮さんで配信して、まあ、ちょっとそれでスクープでですね、波紋を呼んでるって、なんか、これはまあ、ちょっと僕、今日関係者裏取りでちょっと聞いたんですけど、なかなか皆さん口が重たくて、なかなかよう教えてくれなかったんですけど、まあ、でも、このデイリー新潮の、だから、まだあくまでも、休刊するという報道があったということしか、今は事実としては言えないんですけど、うん。ただまあ、ただ結構信憑性はなかなか、まあ、高いというか、なんか、先週、23日だから、火曜日か。だから今週の火曜日に、なんか、産経新聞の社長さんが、夕刊富士の、まあ、皆さんを、集めて、それでちょっと来年1月で、休刊するという方針を決めたというような話を言われたと。まあ、それで話がわーっと広がって、で、なんか、同業他社はじゃあこれでラッキーみたいな話かと思いきやね、例えば同業他社っていうと、例えば、日刊現代さんとか、あと東スポーツね、東京スポーツ。まあ、東京スポーツも夕刊で配ってるんで。で、じゃラッキーかと思いきや実はそうでもないと。で、なんでなんですかって言ったら、もう今はほら、ガソリン費とか運転手さんの問題、運転手さんの人手不足とかの問題で、輸送費がすごい高くなってるんで、で、輸送費を、基本的に夕刊紙ってやっぱり、配達よりはどちらかというと、駅売りがやっぱり、メインじゃないですか。だから、駅売りするときにその、新聞を運ぶためのトラック、輸送を、3社でなんかどうやら、均等で払ってたらしいんですよ。輸送路によると思うんだけど、3社で、お互いになんか融通し合ってたっていう話で、まあ、さすが僕もちょっとそれ、まあ、そういう販売のルートのことは知らなかったんで、ああ、そうなんだなと思って。だそうすると、もし、産経さんのその、夕刊富士さんが辞めちゃうと、本当にこの輸送機とかね、そういう、まあ、新聞運ぶのも、この2社で今度負担することになるから、だから、それで戦々恐々としてるみたいな話、書き方してて、まあ、なかなか信憑性なので、まあ、それでちょっと、業界がざわついてるみたいな話あったんですけど、まあ、でもちょっと、まあ、ちょっとね、まあ、それで果たしてどこまでか、まあ、まずそもそも産経新聞さん自体がまだ、政治発表してないんで、まあ、まあ、休刊へっていうことはまだ断定はできないんですけど、一応ちょっとなんか知ってそうな人に何人か聞いたんですけど、なかなか皆さんちょっと口ぶりが慎重だったんで、ちょっと、ちょっと今日の時点では、まあ、あとは確証を得てるんですけど、まあちょっと、今日は、時点では、まあ、こういう報道がありましたというところまでにしたいですが、まあ、ただ、休刊で実際に、まあ、本当にその事実があって、するとかしないとかにしろ、本当にやっぱり苦しいのは事実だと思います。なんか、ね、その報道によると2006年以降ずっと赤字で、ね、最近になってまた、体制も、100人体制から50人体制でやってたっていうね、まあ、かなり、苦しい状況だったということなので、まあ、これはどこの新聞社もね、大なり小なり人減らしてますよね。読売が一番まだ、体制は充実してる方だと思うんだけど、それでも、この間、社会部の記者に会ったら、なんか、あれだったんですね。なんかちょっと、現場で、突然戦の時に現場で遭遇したら、やっぱりなかなか、実質、人数が変わってないようだけど仕事が増えてて、実質は減ってますみたいな話も聞いたりしてて、まあなかなか、新聞社も大変な時代になってるなと思ってね。で、この前話したようにね、毎日新聞は全国紙って、富山でね、発売を、もう富山で販売はやめますと。で、それで東京新聞は、夕刊は、東京23区以外はもう夕刊もやめますというところで、今、まあ、いよいよ本当に都知事選が終わった直後から、いろんなニュースが出てきて、ちょっと衝撃なんですけども。で、改めまして、で、ちょっと今日は石丸さんのファンの方も多いと思うんで、ちょっと、夕刊富士の、あれ、ちょっと振り返りを一つとしておくと、今回石丸さんの都知事選の中で、夕刊富士さんのこの影響っていうか、すごくこれは大きかったと思います。もう藤川さんはめちゃくちゃ感謝してますね。で、何が感謝してたかというと、都知事選の、初日、6月20日発売だったのかな、に、今日、サムネにも言いましたけど、石丸猛追っていう見出しを入れたんですね。で、
これ振り返れば分かるんですけど、あの時点でまだみんな小池さん VS 蓮舫さんみたいな、そういう流れが圧倒的にほとんど全てのメディア基本それでやってましたからね。そこで石丸さんが門前してるなんて誰も言ってない中で、これ、行くかもしれない。逆に、よく言う、よく打ったら、みたいな思ってね。ちょっと、なんか、僕それで、ちょっと当日新聞、なんか、藤川さんこんなの乗ってますよって思って、持ってって、なんか、わ、なんか、すごいことになってるな、って話をしてた記憶があるんですけど。いやー、ほんとね、あれはちょっとすごかったですよね。で、いや、ほんとそうなんですよ。だから、あれ、石丸さんの陣営にとっては、あれ、有川富士さんのあの石丸猛追っていうのはあの序盤で取り上げたっていうのが結構大きくて、で、これは前回、振り返ってるのあれですよね。要するに、藤川さんの最初の戦略としては、要するに小池 VS 蓮舫っていうこの二強対決の中に石丸が入ってるっていうこの三極構図に変えたかったんですよ。で、そういう意味では、でどこのメディアはまだずっと二強だったんだけど、石丸最初に、これ有川富士さんもね、よく、逆張りで言ったのか、何らか根拠はとか知らないけど、やっぱ石丸棒ついてるってことで、やっぱ局面が、まあ最初にどこの大手メディアも、いわゆるまあ大手メディアって具体的に言うとそのヤフーニュースに配信してるメディアで、最初に石丸棒ついっていうのを取り上げたっていうのは、これ結構多かったんですよね。あの日はだから、X でトレンドワードになってましたよね。そういう意味では、まあ、でも、ゆかふじさんって、ゆかふじさんって別に最初はそんなに、石丸さんとして好意的じゃなかったんですよ。で、どの辺かというと、まあ、要するに最初、石丸さんと上野千鶴子さんのことを、なんか、敬意をね、表してるみたいな話があったから、もうはっきり言って、まあ、今、保守メディアみんな、ね、ネガティブでみんな反応してるけど、で、ゆかふじさんもまあ、ご多分、漏れなくそうだったんですけど、ただ、やっぱこの辺は藤川さんがやっぱしっかり有川富士さんの記者さんにちゃんとフォローしていらっしゃって、まあ確か都知事選だからしっかり取材をしてて、あれですね、もちろん有川富士さんとしては、独自の切り口で、都知事選は捉えたいと。まあやっぱり、産経の本誌とかね、一般誌はやっぱり普通に小池 VS 蓮舫みたいになってる中で、やっぱり少しでも独自性出したいわけですよ。で、本当は有川富士さん的には多分、日本保守党さん、百田さんとか、あそこの政党がですね、がなんか候補者出すことを多分期待してたんだと思うんですけど、まあ、今回日本保守党は参戦しないということで、それでじゃあ独自の切り口どうしようかなってとこに、まあ、石丸さんというね、なんか新しい人が出てきて、それどんなものかなって言って、まあ、ちょっと品定めしつつ、取材は結構早くから来ていらっしゃいました。で、してて、で、って中で、そしたら最初に、あれですよね、自民党の情勢調査が6月の、これはまあ他でも報道されてますけど、6月のその、あれ15日だったかな。あの時点で、6月の、中旬の時点で、選挙前の時点で、それで、情勢調査で、いわゆる東京7区、衆議院の東京7区、港区と渋谷区では、石丸さんが小池さんより支持率が上回ってるっていう数字が出てきて、うわ、なんだこれは一体みたいな話になって、まあそれで、これなんかただの泡沫候補じゃないなっていう雰囲気は他のメディアも含めて、雰囲気は一瞬出たんですよ。ただ、さすがに、やっぱり、まあもちろん都内全域ではね、あの時点では、石丸さんの支持率、多分自民党の調査からすると、まあ多分50万票ぐらいの感じだったから、まあそこまで伸びるっていうふうに思ってたメディアはほとんどなかったんですよ。だけど、有川富士さんは、まあ、藤川さんの説明も良かったと思うんですけど、まあ、なんていうか、あ、これは石丸って面白いなってことで、取り上げるっていう雰囲気になってきたのかな。で、あとちょっとこれ手前味噌なんですけど、実はこの石丸猛追が乗る2日前に、実は連載、有川富士さんにさせてもらってて、僕有川富士さんがすごいお世話になってて、僕今回、ちょうど都知事選の前に、僕通算3回目の連載をちょっと始めてたんですね。これ何かというと、なんだっけ、今日、YouTube の説明欄に、リンクを入れてるんで、後でご興味から読んでいただければと思うんですが、東京都知事選、大情報戦を切るっていうのをやってて、で、実はこれ当時の、連載の、これ、あれですけど、まあ、これ記事はさっきリンク先読むんで、これ東京都知事、ここか。東京都知事選、大情報戦を切ると。で、まあ、何かというと、東京都知事選って、本当にテレビを中心としたすごい、あれですよね、メディアが、メディア選挙
多分日本で一番大きなメディア選挙、アメリカ大統領選に最も近いあの選挙だと僕は思って、まあ僕は本当昔からこういうの好きですごく研究もしてて、で実際本も書いたりしてたんですけど、まあ今回このやっぱり石丸さんを含めて新しい動きがあるなって思って、これ連載の第1回は中面だったんですけど、連載の第2回、これ石丸さんが取り上げた時が、第2回、これが本当に一面でドーンとやってて、で、多分ね、このあたりの影響もあったのかなと思うんですよ。僕、これを取り上げさせてもらって、で、それで多分なんとなく編集部の中で、まあなんか、今回ちょっと SNS とか、これちょっと面白いな、みたいな話、YouTube とかね、面白いんだろうなっていう印象は多分あったのかなと思うんですよ。で、それでいたと取材して、あと自民党の女性調査でも、まあ、少なくとも泡沫候補ではなさそうだなというところで、それで、伸びるんじゃないかなというところも、感触も多分あって、それで、まあでも、だからといってね、あそこで石丸さんが猛追っていうね、あの時点で書けるって言ったら、有価文さん大英断だと思いますよ。すごい勇気がいるだろうと。うん。本当なんか、ちょっと、藤川さんもちょっとびっくりしたと思うんですけど、それぐらい、なんかね、あの時点で石丸猛追っていう出したっていうのは結構インパクトあって、で、ヤフーニュースでも本当に、トレンドワードになって、あ、ヤフーじゃなくて、X でもトレンドワードになって、で、あれはヤフーニュースでも配信してるから、だからやっぱり、そこに乗ったっていうのは、ある種石丸さんの選挙の序盤の情勢を加速するっていう意味では、有価文さんの、その、報道の影響っていうのは結構、これは決して小さくなかったなと思いますね。うん。だからそういう意味では、まあ石丸さんと、まあ連日、石丸さん結構だからそういう意味では、ちょっとその、当初はだからね、まあ有価文さんって産経さんですから、やっぱ保守系側の方も有価文だから、まああんまりその、石丸さんに関してはあんまいい印象なかったんですけど、まあでもいろんな新しい取り組みをして面白がってくださったようで、で、僕の連載もちょっと多分影響したのかもしれませんけど、で、プラス、あれですよね、で、石丸さん実は愛国心があるんだなってことをすごく強調してて、ご自身もほら、あれ小田善光さんとの演説の時に、あれですね、善光さんのお寺の方で、集会でやってましたよ、ね。石丸さんが要するに、まあ、自分が政治家をこうやって政治を志して銀行を辞めて目指す理由の一つは、やっぱ愛国心っていう、そこの結構ワードを言ったところで、結構これが刺さってらしくて、じゃあ、石丸さんっていうのをもっと追いかけてみようかっていうふうに、まあ、そういう感じになった、三田の工房寺ですね。すいません。路上のさん、すごいですね。詳しいありがとうございます。ちょっと今、僕も覚えてるんですけど、なかなかワードが出る。工房寺の方で、集会の時に、言ったと。で、それで愛国心というワードが、これ結構、まあ、有価文さんもそうだし、他の保守系の、ね、記者さんとか編集者、まあ、保守系の人は多くは、あんまり石丸さんのことよく思ってなかったんですけど、まあ、一部、ちょっと印象は少し変わったっぽいですね。で、有価文さんは比較的取材もちゃんとまみに来てたんで、まあ、印象ちょっと変わったらしいですね、聞いてると。まあ、そういう意味では、まあ、結構変わった、印象というか、まあ、そこから、まあ、だから、石丸現象の最初の下地を作ったっていうのは、まあ、結構、この、有価文さんの影響というか、これはま、僕の連載はあくまでもまだその段階というか、あくまでも客観的に、これ他にも玉亀さん取り上げたりとか、小池、普通に第一回は蓮舫 VS 小池でやってましたし、そんな感じでやってたので、結構他のメディア、他の、連載はリンク、概要欄に貼ってるんで、まあ、もし、よかったらご覧ください。他の、新聞記者さんとかとちょっと全く違う観点で書いてるんで、まあ、やっぱり一応、選挙の発信とかお手伝いしてきたんで、その情報戦っていうね、尺度で取り上げますんで、ぜひ、小池さんと蓮舫さんの、多分心理戦というか、駆け引きとか、そういうところを含めて、今回取り上げていたので、多分他のメディアではあんまりない着眼点で書いてる。ぜひ、ご覧になっていただければと思うんですが。で、結構だからやっぱ有価文ならではね、こう大胆な切り口とかね、こういう、要するに僕みたいに結構ちょっと変わった切り口とかで取り上げさせてもらえるっていうところは、やっぱこれは有価文ならではだなと思います。やっぱり産経の本質さんだとなかなか、まあ、こういう感じでいかないんじゃないかなと思ってて、うん。で、そういう意味では、有価文さんってすごく産経本体の中でも、まあ、結構その尖った切り口というか、すごく他のも取り上げてない。なんとなく、やっぱり、石丸現象の下地っていう意味では、これはまあ僕他が書いてない。多分僕は一番最初に書いてあると思うんだけど、
今回石丸さんと蓮舫さんだけが、選挙の告示日前に YouTube の広告をやってたってのはご存知だと思うんですけど、そこ実はですね、今回、都知事選の、あれはだから18日前か6月2日の日曜日にいわゆる前哨戦というか都知事選の行方を占う選挙があったんです。でこれ何かというと東京の港区長選、あの港区の区長選があったんですけど、ここであの4期やってた現職の前の区長の武井さんが5期目を狙ってたんですけど、ここにこの、無所属の、あの女性の、区議会議員の清家愛さんという方がチャレンジして、で清家さんが当選したんですね。でこれ清家さんが当選して結構あので当然あの武井さんの武井前区長はあの当時の武井区長はこれ自民党公明党が推してて、でしかも港区って都心部であんまり、ね、そういうローカルの政治に興味ないところだから投票率って言っても 30% を超えたり超えなかったりみたいな、まあ本当にそういう中でやってるんで、大体自民党公明党の、ね、推す現職が圧倒的に強いわけですよ本来は。ところがこれが破れちゃったんですよね。で今回の投票率は 30%、 33% とかそれぐらいかな。それで清家さんも産経新聞元記者なんですけど、これはまあ、たまたま偶然、路上のおっさんツッコミが相変わらず細かいな。そうなんですよ。で、清家さんは、これと、まあ、そこを本当に区長が圧倒的に良い中で、破ったんですけど、破ってちょっと驚かして、で、本当に、で、それこの前僕、自民党、川松さん、都議会議員の YouTube で喋ったのに、川松さんが本当その日の夜に、ちょっと、ね、連絡してきて、いやこれは石丸さんが伸びるんじゃないかなと、のこういうそれの規制政党での不満みたいなのがすごく溜まってるから、これ石丸さんが伸びる可能性があるかもしれませんよって、実は一番最初に本当に自民党の関係者で一番石丸旋風をなんとなく兆しを感じたのは川松さんだったんです。で、まあ、ちょっとその印象もあってでなんか思ったんですが、で実はさっきの YouTube の話で言うと、清家さんも YouTube の広告を実は打ってたんですよ。この選挙告示前に。で、これがすごい結構、なんか、で、あんまりなんか、選挙的に陣営にもお金がなかったんで、結構そこに相当少ないお金予算をもう YouTube でかなり特化してぶっ込んだっていう話を聞いてまして、で、そしたら結構、で、すごく、あれ何万回されたんだ、かなり、再生されたらしいんですよ。で、ちょっと回数覚えてないんだけど、ちょっと回数は記事に書いてあったけど。で、そしたら清家さんのこの、動画を見たっていう人はすごく多くて、もう、なんか、陣営の人に聞いたら、なんか、もう初日だけで、いや、動画見ました、動画見ました、清家さん頑張ってください、みたいなのが、本当にね、そんなの十何人ぐらいの、もうその人、個人だけでもあったって話で、すごく効果があったらしいですよね。で、何が言いたいかというと、市長選とか、区長選とかさ、区議会議員選挙とかさ、市議会議員選挙とかって、ローカルの選挙って、これって政見放送ないじゃないですか、NHK とかで。知事選挙とか、国政選挙で、参議院選挙とか、衆議院選挙は、政見放送あるんだけど、そういう、市区町村の、選挙って、YouTube だったら、代わりに、放送は、政見放送はないけど、YouTube で政見放送ができるわけですよ。で、しかも今若い人って、もうテレビも見ないから、で、YouTube 見てればすごく、ね、自分の地元で、まあ、たまにポスター貼ったの見かける人が突然ポコンってね、そういう動画がポンって出てくるというところもあって、それですごく、やっぱり、関心を持たれやすいと。で、結構やっぱその効果が結構大きかったんじゃないかなと。圧倒的な組織選挙で、自民党公明党合成選、ね、ところで、そういう現職の区長がいる中で、破った一つの勝因の一つに、まあ、この動画選挙が、動画をね、動画の広告を事前に使って、雰囲気を盛り上げてたっていうのが、まああったんじゃないかと。だからそういう戦いの仕方とかで、戦いの仕方が変わってきてるんだな、みたいなところで考えると、そこをちょっと紹介して、で、島田さんも、あと、まあ、多分、蓮舫さんの陣営もそれ気づいてたのか、結構 YouTube やってましたけども、で、島田さんとかもかなり YouTube に関してはかなり早いから、YouTube っていうか、本人を知ってる人は多分アクセス集まると思うんだけど、YouTube の広告取って、つまり、
東京都内全域に配信ターゲティング配信することによって石丸さんを知らない人にもう見てもらうっていう形でやってたんですね。でそしたらかなり他の一般的な政治家の方のその YouTube の動画よりも他のその全部見られ、まあまあもちろん多くはねスキップしたんですけど、スキップされずに全部見られた率っていうのが他の政治家さんよりは結構高かったらしいですね、聞いてると。うん、やっぱそこら辺があって結構事前の周知というかそこもまあ結構良かったんじゃないかなと。あまあでそしてで、でじわ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 ねやってるうちに、まあ、だんだんその後リアルの選挙でたくさんやって、種をまいて回収したという流れに関しては、まあ、そこから先はもう皆さんご存知の通りなのかなと思います。ということで、まあ、で、まあ、その辺の話を一番早くね、やっぱこういう話をね、いち早く書かせてくれると、本当、勇敢富士山ならではですよね。うん。だから、そういう意味では、すごく、まあ、もしも休刊というのが事実であれば、本当にちょっと残念というか、まあ、ついにそれだけ厳しい状況になってきたのかなと思って、仮に、僕、これはまあ他のところで言ったんですけど、産経新聞さんとか勇敢富士山って、亡くなっちゃったらいけないって僕ずっと言ってて、で、なんでかというと、これはもし亡くなってしまうと、まあ本当に実はヤフーニュース、さっきから石丸さんの話はヤフーニュースで配信もしてて、で、そこから石丸猛追っていうのは流れたっていうのは結構、そういう雰囲気を作るっていうね、できる上で大きかったって話しましたけど、これ、もし勇敢富士山が亡くなってしまうと、そういうあれですね、まあ、保守系のメディアで、結構そういう確かな取材もしていて、かつエッジが効いたような、報道するメディアが一つなくなるとですね、ヤフーニュースで、ヤフーニュースって大きな拡散、ね、拡散機能があるところに配信している中で、そういうのがなくなってしまうと、まあ少なくとも、まあまあまあ、例えば日本保守党とかにまず痛手です。うん。まず痛手かなと思います。で、当然、だから、まあもちろん他にも月刊花田とかあるんだけど、まあ月刊花田さんとか、ね、ウィルさんはまだヤフー配信してるのかな、花田さんとかはまだヤフーは配信できたんだけど、まあ、正直ヤフーニュースって基本的に結構リベラルなんで運営側が、正直やっぱ保守系のメディア結構弾いてますよね。もうサクシーも入れてくれなかったんで、うん、そういうそのヤフーニュースさん、まあ、ヤフーニュースってさ、やっぱ正直ちょっとヤフーニュースも悪くてあんまり言いたくないんだけど、なんだろうな、やっぱりヤフーニュースってやっぱ、ネットの世界の NHK だと思うんですよね。うん。だからあんまりそういう右とか左とかでやっぱ差別しない方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、間口広く。ね、ちゃんと事実関係とかきちんと取材していて、ね、ちゃんと確かなファクトがあって、まあその、事実はちゃんとまずベースとして。うん。で、そこからベースにした、論、まあ、こう、例えば憲法は改正すべきだ。憲法は守るべきだってね。まあ、それは意見は割れると思う。だから意見は、まあ、割れたとしても、そのベースのところで、ね、憲法にこういうこと書いてある、こういう学者さんがこういうこと言っていたっていうね、そういうようなファクトは、きちんとベースをしっかり取材をちゃんとやってるメディアだったら別に、ちゃんとね、右も左も関係なくやりゃいいんだけど、なんかね、ヤフーニュースちょっとね、やっぱちょっとリベラル曲がってるよね。申し訳ないけど。うん。だから、アゴラもね、途中までやってたんだけど、アゴラは私初期から入れてもらったんですよね。2011年頃。あの頃ってまだそんなにネットメディアを積極的にやってる、マスコミもそんなに当時多くなかったから、だから声変わったんだけど、2017年にある日突然で上がってきて、当時僕編集長2年目だったかな。なんか、もう本当に契約でね、確かね、3ヶ月前までに、契約更新の3ヶ月前までに、なんか、お互いに特に何も通告なかったらそのまま自動更新だったんだけど、なんとその契約書みたいなので3ヶ月前の本当にもうその当日よ。ギリギリの言える当日にいきなり理由も言わないで、あ、ワコロさんはもう、この秋で配信打ち切りさせていただきますと。え？みたいな。びっくりするよね。え、なんか問題あったんですかと言うと。いや、理由は申し上げられません。みたいな。ったく畜生なんだろうな、ね、と思ってさ。で、それあったまきたから、もうちょっと昔いたから、当時社長だった川辺さんに、今、ホールディングスの会長になってますけど、川辺さんにチクって、昔いたから、ちょっとこれどういうことですかって言って、で、そしたらさすがにちょっと上から言われて、サラリーマン上に言われると弱いよな。弱いよな。
そしたら、さすがに、河辺さんに言われたらやばいと思ったのが、急に、じゃあ、ちょっと、あの会社で来てくださいとか言って、まあ、呼び出されていって、だから、ヤフーニュースの人たち、ね、中は、そこで大体、ほら、いろんな毎日新聞とか、東京新聞の出身者もいたりするんですけど、まあ、本当は産経新聞のことはよろしく思ってないはずなんですよ。だけど、産経新聞を追放すると、さすがにちょっと、さすがにまあね、そうは言っても、五大新聞の一角ですから、さすがその排除ってなかなかいかないんですね。だから、産経新聞って本当に保守の人たちにとっては、ヤフーニュースの中で最後の砦ですよ。産経新聞は本当最後の砦だと思いますよ。だから、で、これは別になんか、まあ、石丸さんを支持する人たち、今日いっぱい来ていただいてると思うんですけど、別に石丸さんの支持する人たちって必ずしも保守じゃないって、まあ、割とリベラルな方もいらっしゃると思うんで、だから別に産経新聞がなくなる方が、どっちでもいいかなと思う方も、まあ、少なくないと思うんですけど、でも、あれかな、なんか、やっぱりヤフーニュースのような大きなそのね、公共性の高いプラットフォームで、やっぱりそういう片側の メディアをね、一つのメディアをなんかそういう思想的なところでなんか排除するっていう疑いがあるっていうのはちょっと僕はこれはあまりよろしくないなと思いますよ。うん。随分その前にだから週刊金曜日とかさ、なんか随分ゴリゴリの左のメディアさ、ガンガン配信させてもらって、してるよね。なんかね、何なんだろうなって不思議ですけど。うん。例えば、維新とか、もちろん石丸さんのような、だから、ね、割と改革派系、第三局の改革派系のところにとっても、僕結構至れだと思いますよ。やっぱり。うん。